どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA マイル最大還元率 1.75% を出す方法ということで解説ねやっていきたいというふうに思います。でですね、先に組み合わせをですね発表したいなというふうに思うわけなんですけども、 JQ エポスゴールドカードとプリペイドカードの 6g というね、こちらの組み合わせで ANA マイルね最大還元率1.75% が利用できるっていった形になりますので、こちらについてですね詳しくね解説やっていきたいというふうに思います。まずですね、 6g というねプリペイドカードがあるんですけども、こちらね皆さん知っておりますかね。ほとんどの方がね知らないというふうに思うわけなんですけども、私はですねたまたま情報をもらって半年前ぐらいにですね知ったわけなんですけども、この 6g というねプリペイドカードはですね、ミクシーって皆さん知っておりますよね。あのSNS でね有名なあのミクシーですね、こちらが発行しているプリペイドカードというふうになってるんですよね。でですね、この 6g というねプリペイドカードに関しては、2020年11月現在に関してはバーチャルカードのみというふうになっておりまして、リアルカードの発行はですねカミングスーンということで今後ね発表される予定というふうになってるんですよね。でこの 6g というねプリペイドカード自体はですね、まあキャッシュのような感じですかね、プリペイドカードのバーチャルカードっていった感じになっております。でですね、このプリペイドカード 6g の基本スペックに関してなんですけども、年会費入会金は0円というふうになっておりまして、こちらの還元率はね 0% ということになっております。でですね、発行方法が紹介制というふうになっておりまして、もしこの動画ね最後まで見られた方で紹介コード欲しい方はですね、ぜひねご連絡いただければなというふうに思います。でですね、利用方法に関してなんですけども、この 6g のね利用方法は Apple Pay、Google Pay もしくはオンライン決済っていうふうになっております。でですね、こちらはプリペイドカードというふうになっておりますので、チャージしてね利用するっていった形になっております。で発行元はねミクシーっていった形になっております。で先ほども言いました通りですね、この 6g というねプリペイドカードに関しては還元率がね一切ないっていう風になっておりまして、いくらね使っても還元率はね受けられないプリペイドカードっていう風になっているんですよね。でですね、 6g を利用する理由なんですけども、こちらにチャージしたものに関してはですね、プリペイドカードとして Apple Pay、Google Pay がね利用できるっていった形になってるんですよね。ということですんで、チャージしたものに関してはですね、 Apple Pay、Google Pay が使えるところだったら決済ができるようになりますし、またねネット決済も対応という風になっておりますので、インターネットショッピングでもですねこちらの 6g が利用できるっていった形になってるんですよね。でですね、こちらの 6g にチャージするのが JQ エポスゴールドカードっていった感じなんですよね。まあこちらね結構前にね私の動画でね頻繁に登場してたね JQ エポスゴールドカードなんですけども、こちらのね基本スペックもね解説していきたいというふうに思うんですけども、でですね、今回チャージするのは JQ エポスゴールドというふうになっているわけなんですけども、もともとはですね JQ エポスカードっていうね年会費無料のねクレジットカードがあるっていった形になりますんで、こちらでね解説していきますね。年会費は初年度無料、2年目以降は1250円というふうになっております。還元率は 0.5%、 貯まるポイントは JR キューブをね貯まるっていった形になります。で海外旅行保険についてはですね、こちらエポスカードというふうになりますんで、海外旅行保険がね無料で自動付帯しているクレジットカードっていう風になってるんですよね。でですね、発行元はエポスカードっていう風になっております。でですね、この JQ エポスカードに関しては還元率 0.5% なんですけども、こちらエポスカードでも JQ エポスでも還元率はね 0.5% っていう風になっているわけなんですけども、クレジットカードをずっと使ってるとですね、インビテーションということで招待状がですね来るんですよね。ゴールドカードにねしませんかということで、無料でねゴールドカードに切り替えることができるんですよね。でゴールドカードになってもですね、この基本還元率っていうのはですね変わらないんですよね。同じ 0.5% なんですけども、こちらゴールドカードになるとですね、選べるポイントショップっていうのが利用できるようになりまして、こちらね3
つ選ぶことができるわけなんですけども、この3つの利用先についてはポイント還元率がね3倍になるっていうサービスがあるんですよね。これを登録して利用すると3倍っていうことになりますんで、還元率が 1.5% っていうふうになりますよね。でですね、エポスゴールドカード JQ エポスゴールドに関してはボーナスポイント制度というものがありまして、年間ですね50万円を利用すると2000ポイント、100万円を利用すると1万ポイントがねもらえる制度があります。こちらを利用するとですね、年間100万円ね使ったとすると1万ポイントがねもらえるっていった形になりますんで、プラスね 1% 還元っていう風になるわけなんですよね。もちろんねぴったり1万円ね利用するってのはね難しいかなっていう風に思うわけなんですけども、プラス 1% ということで選べるポイントショップを使って100万円ね年間使ったとすると、これを考慮すると JR キューブのポイントは ANA マイルに 70% でですね、JQ みずほルートで交換することができるっていった形になりますんで、 2.5% 還元をね取れたらですね、 ANA マイルの還元率は 1.75% っていう風になるわけなんですよね。でですね、ここまでの話については今までもね分かってたって言った話になっておりまして、選べるポイントショップね3つで100万円ね集めるっていうのがですね、個人的には正直難しいと思っていまして、私もですね ANA マイルを貯めるメインカードの利用としてですね、まだね JQ エポスには交換してないんですけども、エポスゴールドカードをですね保有させていただいているわけなんですけども、メイン利用としてはですね諦めてしまったっていった形になるわけなんですよね。やっぱりこの選べるポイントショップはね3つあるわけなんですけども、この3店舗だけで100万円を使うって結構厳しいじゃないですか。選べるポイントショップ自体の対象店っていうのは結構ね種類があるわけなんですけども、それだけでね100万円いくって結構大変だなっていうふうに思っていたわけなんですよね。ここで注目したのはですね、この 6g というねプリペイドカードなんですよね。で先ほど言った通りですね、この 6g のプリペイドカードはですね、ミクシーが発行しているっていうね形になるんですよね。でですね、この選べるポイントショップの中にですね、ミクシーってねあるわけなんですよね。ということなんで、こちらのエポスカード、まあこちらはまあエポスゴールドカードですけども、まあ、これがね仮に JQ エポスだった場合、 JQ エポスゴールドから 6g にチャージしてですね、 6g で使ったものに関しては基本 1.5% っていう風になるわけなんですよね。でこのチャージして 6g を使う方法でですね、100万円利用することができれば 2.5% のね還元が受けられるっていった形になりますよね。でですね、それを ANA 周りに交換すれば 70% で交換できるっていった形になりますんで、最大還元率 1.75% がね利用できるっていった形になるわけなんですよね。いかがですかね。この 6g というねプリペイドカードに関しては今現在はですね Apple Pay、Google Pay とネット決済ということで、まあ、支払い方法はね3種類しかね利用することができないっていった形にはなるわけなんですけども、先ほども言いました通りですね、この 6g に関してはですねリアルカードの発行が準備中っていう風になっているわけなんですよね。ですのでプリペイドカードのリアルカードでね利用できるようになればですね、さらに利用先って広がるじゃないですか。ということですんで、かなりねおすすめだなっていう風に思ってるわけなんですよね。今現在はまだ Apple Pay、Google Pay、ネット決済でしかね利用することができないわけなんですけども、今後ねリアルカードが発行されたらですね、2020年11月現在ですね ANA マイルをね貯める最強カードになるのではないのかなっていうふうに思うわけなんですよね。でですね、こちらのJQ エポスゴールドカードから 6g チャージしてね、まあ、利用するっていった形になるわけなんですけども、これをですね ANA マイルをね貯めるメインカードにする理由としては、今日紹介させていただいたこの JQ エポスゴールドに関しても 6g に関してもですね、また JR キューポから ANA マイルにね交換する場合、 JQ みずほルートっていうものをね利用するわけなんですけども、必要なねクレジットカードがね最低でも2枚必要っていう風になっておりまして、こちらに関してはですね全部ね
無料で利用できるねクレジットカードっていう風になってるんですよね。ですんで年会費かかんないんですよね、この方法だと。これもねすごいねいい点だなっていう風に思うわけなんですよね。まあいろんなね ANA マイルを貯める交換現率もしくは年会費がかかってもねそれを取り戻せるクレジットカードっていうのはあるにはあるわけなんですけども、年会費ね結構もったいないですよね。ですのでこの年会費がかからないっていう点もですねかなりおすすめポイントだなっていうふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね ANA マイル還元率最大 1.75% を出す方法ということで、今回ね紹介させていただいたエポスゴールドカードに関してはですね、エポスカードを発行して利用していくとですねゴールドカードにねインビテーションが来るっていった形になるわけなんですけども、この工程が面倒って思う方もね中にはいらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、エポスゴールドカードをですねもう初年度からね発行されたいっていう方はですね、こちらねインビテーションが来ると無料のクレジットカードっていうふうになるわけなんですけども、こちらね5,000円払うと初年度だけ5,000円払ってね2年目以降無料になりますんで、まあ、こういうね発行方法もありますんで、もしね今すぐ発行したいっていう方がいらっしゃいましたらですね、公式サイトからね発行することできますので、この点もですね覚えておいていただけたらなというふうに思います。またですね私は昨年のね10月ぐらいだったと思うんですけども、エポスカードね発行させていただいて、まあ、そこから利用してねインビテーションをゲットしてゴールドカードにね切り替えたわけなんですけども、私の場合はですね半年いかないぐらいで12万円ぐらい利用してインビテーションが来たっていった形になりまして、かなりね少ないんですよね。だいたい50万円ぐらいじゃないかってね言われてるわけなんですけども、私はかなり少なかったんですよね。でその理由に関してなんですけども、利用して 2,3 ヶ月後ぐらいにですね固定費を入れたんですよね。これも人から聞いて入れるとインビテーション来やすくなりますよみたいなね話をいただきまして、スマートフォンのね代金だったりとか、あとガスとか水道とかを入れたのかな、ちょっと詳しいことはねちょっと覚えてないんですけども、そういう固定費をですね入れたっていった形になりまして、固定費をね入れた翌月にですねインビテーションね来たっていった形になりますんで、もしこれからですねエポスカードを発行してインビテーションね狙いたいって方はですね、ぜひ参考にしていただけたらなっていうふうに思います。でですね、今から発行するのであればエポスカードを発行していただいて、そこでねインビテーション来るまで利用していただいて、そこからね JQ エポスゴールドカードにね切り替えるのがおすすめっていう風になっております。以前ねエポスゴールドカードから JQ エポスゴールドカードへのね変更についてなんですけども、以前ですねゴールドカードから JQ エポスゴールドカードへのね切り替えについて公式デスクにですね問い合わせた時にですね言われたのは、切り替え自体は九州のね丸井の店舗に行かないと切り替えがねできないっていう回答だったわけなんですけども、こちらですねエポスカードを利用してですねゴールドカードのインビテーションが来ますよね。そのインビテーションが来た状態で JQ エポスにですね入会するとですね、こちらね九州に行かなくてもJQ エポスゴールドね受け取ることができるっていった形になりますんで、この点はですね覚えておくようにしてください。私はもうねエポスカードのゴールドカードにねしてしまっておりますので、まあ、私はねおとなしくね九州までね交換ね行きたいというふうに思うわけなんですけども、これから利用される方はですねぜひこの方法で利用してみていただきたいなというふうに思います。でですねエポスカードねまだ発行されてない方ねいらっしゃるというふうに思うわけなんですけども、今現在ですねポイントサイトハピタスで9000円分のね案件で出ているっていった形になりますんで、またねポイントサイトハピタスはドットマイル増量キャンペーンね今行われておりますので、ぜひねこちら経由してね発行していただけたらなっていうふうに思います。クレジットカード発行とですねキャッシング枠をつけて発行するだけで9000円分もらえるっていった形になりますんで、ちょっとねキャッシング枠はつけなくてはいけないんですけども、この点がね気になる方に関してはとりあえず発行時はつけてですね発行後にですねこのキャッシング枠をね外していただくっていった形になります。またですねエポスカードはずっと行われているわけなんですけども、
クレジットカードね発行するとプラスね2000ポイントねもらえるっていった形になりますんで、合計1万1000円分のねポイントがもらえるっていった形になりますんで、利用してみていただけたらなというふうに思います。で最後にですね、エポスカードをですね発行して、しばらくね利用するっていった形になると思うんですけども、エポスポイントはねずっと溜まっていきますよね。でその後 JQ エポスにね切り替えていただくわけなんですけども、このねポイント自体に関しては移行できるっていった形になりますんで、初回に貯めたポイントであったりインビテーション来るまでの間のね決済分も全部ね ANA マイルに交換されたいっていう方はですね、クレジットカード切り替えた後からですね JR キューポの方に交換することができるっていった形になっておりますんで、この点もね覚えておいていただけたらなというふうに思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。